と60周年10月11日から始まるプラレールのハッピーセットが一足早く楓くんあーたんファミリーチャンネルでみんなに紹介できることになりました。イエーイ。10種類を全部今日開封していきます。わあ、ね、秘密のおもちゃあってた。秘密のおもちゃは今回ここに入ってます。入ってない。プラレール第1弾のおもちゃから開けていきましょうか。マックスね。これの今回の仕掛けはこのね、うん、扉みたいなのを開くとね、電気がついたように見えるので、いくよ、うん、ほら、ちょっと色変わった？変わった。ほら、光が差し込むとね、電気がつくように見える。はい、なんで？光が入るから。こんな仕掛けがマックスにはついてます。おお、俺が当たった欲しかったやつだ。輝きですね。E7 系新幹線輝き。これも車両の上部を開けると車内にある座席が見えるんだって。座席がある。とってもかっこいいね。うん、いくよ。はい、じゃーん。何こいつ。ラビューだって。ラビューの仕掛けは暗いところに行くとこのね、窓がね、光る。人が光るんだって。それがこれの仕掛けね。カメラでは見えないけど、うん、そう。こっちは何かな。これはシール。シール、うん、これはこのくらいだね。ドクターイエロー。あんたの金太郎だね。ドクターイエロー、ね、ドクターイエローの仕掛けはここを引っ張るとカメラみたい。はい、ここもね、パッと開きます。そしてここを覗き込むと運転席からの眺めが見えるんだって。ちょっとカメラだとね、見づらいけど見えるよ。綺麗には見えないけどね。金太郎ね。金太郎もすごいよ。金太郎は音が出ます。おお、すげえ。貨物列車の音が聞こえます。他の新幹線は音は出ません。音が出るのは金太郎だけ。10月25日から始まる第2弾の方の開封をしていきます。じゃん。はい、おロマンス、小田急ロマンスカーだって。これの今回の仕掛けはここの絵がこうね、左右で絵が変わって見えるんだって。特にね、それぐらいかな。かっこいいね。何が出るかな。これなんだ。何これ。あ、下やってる。ほら、 JR 四国鉄道 B トレインプラレール。これの今回の仕掛けはこのレバーを動かすと変わるっていう仕掛けがついてます。はい、いくよ。ぽいね。おー、当たった。蒸気機関車。機関車 C62 蒸気機関車。これ多分絶対人気だよね、うん、みんなこれ欲しいよね。これも欲しい。だって黒くてかっこいいもん、うん、これの仕掛けはここのスイッチをやると、中が、ボイラー室の火が燃えているように見える仕掛けがついてます。せーので。はやぶさ。なんか、そう、ついてた。ローンチャーの横を押すと車両が発車しますだって。結構シンプルな新幹線だね。このスイッチで右に行ったり左に行ったりまっすぐ行ったりできるような仕掛けがついてます。ここをこっちにやると、うん、
勝手に、うん、こうなる。これ全部つなげられるんだって。そう、こうやってここにやると、うん、はい、つながった。じゃーん、やっとつなげました。じゃあ走らせてみようか。登録もよろしくね。